どうも、大ちゃんですね。今回はロボコップ3の裏話をしていこうと思います。ロボコップ3は1991年に撮影されたんだけど、制作会社のオリオンピクチャーズが倒産したため、1993年の秋にやっと公開されたっていういわく付きの作品なんだよね。当初は1993年の夏の公開を予定していたんだけど、比較的低予算のアクション映画だったために、同年の夏に公開されたジュラシックパークのような超大作との競合を避けるために1993年の秋に公開が延期されたんだって。オリオンピクチャーズの代表者の一人だったミシェル・マニングはロボコップ3の企画を立ち上げて、もともと友人だったフレッド・デッカーに HBO シリーズハリウッド・ナイトメアを手掛けたシェーン・ブラックとの共同での脚本執筆の依頼をしたんだよね。ロボコップ2の脚本執筆にも参加していたフランク・ミラーにも執筆を依頼していたんだけど、その脚本に制作会社側が納得しなかったらしいんだよね。でもシェーン・ブラックは当時ロング・キス・グッドナイトの執筆で忙しくて、またラスト・ボーイ・スカートの脚本にも取り組んでいて、取り掛かれる時間がなかったんだって。結局マニングはデッカーに単独での脚本執筆と監督を依頼することになるんだよね。ロボコップ3は倒産間近のオリオンピクチャーズの再起をかけた映画でもあったことから、スタジオ側の干渉もかなりあったみたいで、デッカーはこの映画の興行的な失敗のせいで監督としてのキャリアを失ったこと、そして脚本がスタジオの干渉により本来あるべき姿ではなかったことから、当時は非常に複雑な心境であったと近年語っているんだよね。1991年にオリオンピクチャーズが倒産した時、すでに撮影は終了していて、映画は編集室でのラフカットの段階にあったんだって。でもオリオンピクチャーズが倒産した結果、監督のデッカーや編集者たちは編集する機会も与えてもらえず、映画は放置されることになったんだよね。やがて映画の権利が買い取られて、公開日が決まると、新しい公開スタジオが公開可能な状態にするために割り当てた少ない予算でポストプロダクション作業を終わらせる羽目になったんだって。そのため最終版の視覚効果や編集が少し乱雑な印象になってしまったんだって。自分の作った映画が2年以上も放置されているって、制作者たちはめっちゃ辛かっただろうね。ロボコップ2の興行成績が前作のロボコップよりもはるかに悪かったことと、制作会社の資金不足により3の予算は大幅に縮小されているんだよね。それでも2200万ドルの制作費だったんだけど、結果として新しい小道具はあまり用意できず、前作のロボコップのスーツをできるだけ再利用するようスタジオ側から制作陣は指示されたそうで、ピーター・ベラーがマーフィー役を辞退して出演しないため、彼の体格に合わせて作られたスーツを着こなせる俳優をキャスティングしなければならなかったんだって。そのためキャスティングのエージェンシーにはとんでもなく正確な身体寸法が伝えられて、それを俳優がクリアしなければならなかったんだって。その結果、最も体に合っていたことと、パントマイムの訓練を受けていてロボットの動きをするのに適していたことから、ロバート・ジョン・バークが起用されたんだよね。前作のロボコップスーツを再利用することの欠点は体格だけではなくて、ほとんどのスーツが破損してしまっていたことだったんだよね。特殊効果デザイナーのロブ・ボッティンはなんとかそれらを修理することができたんだけど、修理した際に部品を継ぎ足したため、すでに重いスーツがさらに10キロ以上重くなってしまったんだって。ボッティンはロボコップ役のロバート・ジョン・バークが制作の最後までそのことに文句を言わなかったことをとても評価していたんだって。監督のデッカーは当初この映画をジョン・ウーの香港映画の伝統に基づいた衝撃的なアクションとスタントワークのある作品として構想していたんだって。彼はターミネーター2が登場したことによってアクションとエフェクトの両面でこのジャンルの頂点になってしまったため、これまでのロボコップのシリーズのような作風では勝負できないと考えて、独自の路線としてこの香港映画風のアクションを取り入れたいと提案したんだけど、スタジオ側は違ったんだよね。オリオンピクチャーズはオリジナルのロボコップとややダークな続編のロボコップ2を視聴した若い観客のアンケートから、ダークな側面のあるストーリーよりロボコップがひたすら暴れ回るストーリーを見たいと観客は考えているっていう結論に至って、もっとポップでヒーロー的な要素を作品に出すようにデッカーに要求してきたんだって。スタジオはすでにロボコップのおもちゃ、ビデオゲームなどの商品化のライセンスを所有していたため、子供たちが見れるようなレーティングに映画を仕上げてグッズ販売での利益を上げたがっていたんだよね。
デッカーは、これは映画にとって非常に致命的であり、ロボコップ2の続編であること以上に考え直す必要があったと語っていて、ロボコップというキャラクターのストーリーラインは、一作目の映画で完結しているため、これ以上深掘りするのは意味がないと当時考えていて、ロボコップは主役だけれども、騒動に巻き込まれていく側の立場でストーリーを展開させることを思いついたんだって。3を見たことある人はわかると思うんだけど、ロボコップはあくまで傍観者であって、メインのストーリーは開発によって住居を失ってしまう住人たちと企業の戦いがメインで描かれていて、そこにロボコップが介入していくっていう、もうあまり警察官として仕事をするキャラとしては描かれていないんだよね。それは会社がグッズを販売して利益を上げたいからだったっていうのはちょっと寂しい話だよね。ちなみに日本から送り込まれてきたサイボーグの大友がアクロバティックな動きで戦うのは、デッカー監督の香港映画スタイルの演出がしたいっていう考えの名残で、もっとアクションを盛り込むつもりだったんだけど、それをやり遂げられる香港映画のスタントチームを雇う予算が足りなかったから断念したんだって。この時検討されていたのは映画タイガーコネクションでハリウッドにも注目されるアクションを演出したドニーイエンのチームだったんだって。イップマンシリーズで主演を務めてスターウォーズにも出演するなど、日本でも近年知名度が上がっているドニーはロボコップにも出演していたかもしれないってちょっとワクワクしちゃうよね。これが実現していたらロボコップ対カンフーマスターっていうとんでもない構図のバトルが見れたのかもしれないね。フライトパーツを装着したロボコップがリハップ隊と地元のギャングと戦闘するシークエンスは、特殊効果の魔術師フィルティペットのアイディアなんだって。当初はロボコップが群衆の上を舞いながら攻撃するシーンは、ワイドショットにミニチュア効果を使ってブルースクリーンを背景に撮影したロバート・ジョン・バークがスーツを着た姿のアップを挟んで撮影されたものだったんだけど、ミニチュア効果を実写の背景に溶け込ませるのは非常に難しく、またアップのショットは本当に飛んでいるようには見えないとテスト車で酷評されたんだって。そこでティペットはロボコップが空中でホバリングしながら攻撃するシーンのほぼ全てをミニチュアでの撮影に置き換えることを提案したんだって。そして2つの実写を除く全てのショットがこのミニチュアのショットに置き換えられた結果、あの迫力ある飛行シーンは低予算でも実現ができたんだって。フィリティペットはやっぱり天才だよね。ピーター・ウェラーはロボコップを再度演じることを嫌がって主演を辞退したと紹介するメディアも多いんだけど、実際はウェラーはこの映画でのロボコップ役での再登場に興味を示していて、デッカーの元を直々に訪ねているんだよね。30分ほど内容やスケジュールの話をした後、ウェラーはやりたいけれども最近主演候補に上がっていたデビッド・クローネンバーグ監督の裸のランチの撮影と重なってしまったとデッカーに告げたんだって。デッカーはウェラーが実際に自分の意思を伝えに来てくれたことにとても感動していて、今でも光栄に思っているんだって。本作もロボコップ、ロボコップ2と同様に舞台であるデトロイトでの撮影は行っていなくて、本作は全てアトランタで撮影されているんだよね。ちなみに本作に登場する警察署は実はアトランタにあるコカ・コーラ社の本社なんだよね。映画制作の度重なる遅延のため、映画公開の2年以上前に発売されたゲームロボコップ3は映画のプロットに忠実で、そのストーリーは完全なネタバラになっていたんだって。ラザロ博士がマーフィーにインストールするはずだった動作チップを叩き割るために使用するハンマーは、実は弾丸を薬莢から取り出すために使用する特殊なツールのハンマーで、小道具のハンマーを忘れたため急遽使用されたものなんだって。本作の鍵を握るニコのキャラクターは、もともとはケイコという名前の4歳の天才的な日本人の少女っていう設定だったんだって。母親が日本人だったのはこのためで、制作側がこの役を演じられる少女を見つけられず、アメリカ人の少女って設定に修正したんだって。まだまだ話したいけど、とりあえず今日はここまで。見てくれてありがとう。チャンネル登録と高評価よろしくね。